はい、皆さんこんにちは、アークです。今回は炊飯器を使って粒あんを炊いていきたいと思います。小豆を鍋で炊こうと思うと、湯がいてる最中に水を加えたり、吹きこぼれないように火加減を調整したり、付きっきりで面倒を見ないといけないんですけれども、炊飯器だとボタンを押した後は炊飯器に任せたままでいいので、炊飯が終わる約1時間は手が空くので別の作業をすることができます。必要な材料と動画下の概要欄に貼ってますので、こちらご覧ください。では早速作っていきましょう。水で小豆を洗っていきます。市販されている小豆にも目に見えない細かいホコリとかがついていることがあるので、しっかりと洗うようにしてください。小豆が洗えたら水気を切っておきます。水が切れれば炊飯器の内釜に入れていきます。そして小豆の3倍量の水を加えていきます。水を加えられたら炊飯器にセットして1回目の炊飯をしていきます。1回目の炊飯が終わるとこんな感じでふっくらと炊けているので、内釜を取り出していきます。ここに水を足して2回目の炊飯をしてもいいんですけれども、そうすると渋みや苦みが残ってしまうので、一度これを洗って渋抜きをしていきます。こんな感じで優しく洗うようにしてください。こんな感じで水が濁れば一度水を変えていきます。2回ほど洗ったらしっかりと水を切っていきます。そして内釜に入れていきます。そして水を加えていきます。そして水も加えられたら、またこれを炊飯器にセットして炊飯ボタンを押していきます。2回目の炊飯が終わってそこに水分がなければ OK です。炊き上がりはこんな感じです。水分がなければ上白糖と塩を加えてよく混ぜていきます。この時少し豆を潰すような感じで混ぜてください。
こんな感じで砂糖が均一に混ざれば完成です。いただきます。小豆を炊いた後にしっかりとしぶきりをしたので、この粒あんには渋みや雑味が全くなく、小豆本来の味を楽しめて、また砂糖だけじゃなく塩を最後に加えたことで、ただ甘いだけじゃなく最後ら辺でキュッと味を締めてくれるので、このままでも十分美味しい粒あんになっています。今回のポイントはこちら。小豆にはサポニンっていうアクの成分があって、このサポニンが渋みや苦みの原因になるんですけれども、豆が乾燥していたり冷たい時にはこのサポニンはあまり流れてきてくれないんですけれども、お湯でうがいたりなどして豆が熱くなってくると、このサポニンは表面に出てきてお湯に流れてくるので、そこで豆を洗ってあげたりお湯を変えることで渋切りができます。鍋で小豆を炊く場合だと、茹でこぼしっていう作業を3回ほどしないと渋切りができないんですけれども、炊飯器の場合だと1回炊飯をした後に水で洗うことでこの渋切りができます。今回は上白糖を使ったんですけれども、こういうラカントやパルスイートでもあんこを作ることができます。ラカントやパルスイートだと糖度が上がらないので保存性が悪くなったり水分が飛んで再結晶したりするので、ラカントやパルスイートを使う際はなるべく早く召し上がるようにしてください。砂糖を加えた後、あったかいうちはべちゃっとして緩いと思うんですけれども、粒あんの温度が下がってくるとおはぎやぼた餅などに使える硬さになるので、べちゃっとしているのはあまり気にしなくても大丈夫です。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かった、役に立ったと思った方はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。